国民民主党原口和弘 F35 戦闘機の墜落を空間式出張だと決めつけるな。本日、国民民主党の原口和弘さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。こちら、は元朝日新聞の記者が飛行時間3200時間のエリート操縦士が空間式出張で墜落したのかと主張し、それに対して原口さんが全く同感です。 なぜパイロットの空間式出張だと決めつけられるのか、アメリカの報告書を見てほしいと思います。F35 にどのような致命的な欠陥が指摘されているのか、自衛官の命を守らず、名誉を傷つける非道を決して許してはならないと考えますとなっておりまして、こちらは政府の自衛隊の事故原因の調査の結果、パイロットが空間式出張に陥っており、 異常事態ににににななっってていいいるととととううここもも認識できずず報告もせずに墜落したということが明らかになっておりますパイロットは無線で訓練を中止すると発言しておりましたがこちら異常事態が発生したから訓練を中止するという意味ではなく次の訓練に移るとの意味でございましたこちらこういったパイロットの空間識指標は飛行時間関係なしにベテランのパイロットでも発生いたします 真っ暗な中で飛行していれば、機体が水平なのか傾いているのか、直感で認識できなくなることぐらい、原口さんも簡単に想像できるんじゃないでしょうか。こういった空間識出張による事故は多く発生しており、それを防ぐためには、パイロットが可能な限りですね、機体が傾いているのかどうか、どれくらいの速度で飛んでいるのかどうか、機体に搭載された 装置を使って確認をするしかないんですけどもそういったことがおろそかになりますとパイロットが空間式調に陥りそのまま墜落してしまいます原口さんは報告書で血管が致命的な血管があると主張されておりますがそういった致命的な血管とされているものも内容としては搭載されている機器の照明が明るいとか暗いとか 使いいづらい程度のものもばかりりでありまたスマホのアプリのようにスマートフォンのアプリのように更新をかければ治るような問題も多数記載されておりますそもそも F35 ステルス戦闘機に致命的な欠陥が多数あるというのであればアメリカ軍は F35 を導入も運用もしないでしょう原口さんにはこれ以上ですね 不確かな情報に基づき国民の不安を煽るような発言をしないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。